看守さんまだかな。待たせたの。囚人番号6番真昼。あ、今来たところ。はあデートの待ち合わせみたいでドキドキしちゃった。僕が言うのもなんだが、こんな監獄の中でよくそんなことが言えるものだな。非日常ですっごくロマンチックだよ。おかげさまで毎日楽しくやっております。はあ、のんきなものだ。あ、それよく言われる。状況を理解しているか、真昼。お前は人殺し、囚人だ。遊びに来ているわけじゃない。人殺し…そうだね。否定はできないかな。そして、今からお前の罪を明かすための尋問を行う。ロマンチックとは程遠い状況だ。罪…そうだね。ミルグラムはお前たち囚人の罪を明らかにし、適切な判断を下すために存在している。そのために僕といくつか話をしよう。お話するする。看守さん真昼に興味あるの嬉しいそうやって僕のペースを乱そうとしたって無駄だ。お前らはいつもそうなんだ。ろくでもない。何ブツブツ言ってるの。なんでもない尋問を始める。そうだな、まずは。はーい、椎名真昼22歳です。ふつつか者ですがよろしくお願いします。質問はこちらから。いや、そのパターンは言うので知ってる。大丈夫だ、落ち着け。僕。はい、看守さんの番。はあ？お名前は？年齢は？お名前は？年齢は？ S。 年齢は15だと思う。15歳、その年で看守さんなんだよね。小さいのに偉いね。困ったことがあったら何でもお姉さんに相談してね。おい真昼、なんで僕が答えて。ねえねえ、 S って名前は本名なの？そもそも日本人じゃないのかな。名字とかないの？知らん。どうでもいい。僕は S だ。それ以外は知らないし知る必要もない。え、記憶喪失ってこと？かわいそう。気にならないの？自分のこと。興味ないな。僕は目の前の仕事に向き合うだけだ。余計なことを知らない方が集中できるというものだ。真昼は興味あるよ、看守さんに。知っていこうよ、看守さんのこと。僕のこと知る？看守さんどうしたの？ねえ、看守さん。いや、すまない。ぼーっとしちゃうの？大変なお仕事だろうし頭の使いすぎかも。ハーブティーがいいんだよ。あ、胃腸のお茶があってね、脳の活性化にいいんだって。ああ、そうか。試してみる。じゃない。僕のことはどうでもいい。今は尋問中だ。楽しいのに。だいたいなんでお前から僕に質問をしてくる。立場をわきまえろ。でもね、看守さん、相互理解って大事だと思うの。看守さんは真昼のことを知りたいんだよね。まあ、そうなるな。嬉しい。じゃなくて、そのためにはお互いに理解することが第一歩だと思うんだよね。看守さんのことをよく知ってるからこそ話したいことも増えると思うし、うん、確かに人によってはそういうアプローチが効果的な場合もあるか。そう、まずは勇気を出して自分をさらけ出すこと。そうすると相手も安心して自分のことを話してくれるようになるんだよ。ほう、いわゆる自己開示の偏方性か。しかし意外だな、お前が人心に関する知識に長けているとは。え？自己開示の偏方性？僕はお前たち囚人のことを深く知るためにあらゆる知識を得ている最中でな。読んだ本の中にあったぞ。へえ、看守さんも読んだの？私も本で読んだんだよ。あの号は関東の女子1000人のラブトークも良かったよね。なんだそれは。読んだんじゃないの？レインの恋愛テクニック特集。レイン？うん、レイン。真昼の愛読書。ファッション、トレンド、占い、恋愛特集、何でもあり。もっと輝く私になるための最強女性誌。はあ、勘違いだった、忘れてくれ。そうだ、看守さんは恋愛に興味ないの？恋愛トークしたい。15歳でしょ、思春期真っ盛りだ。好きな子とかいるの？うん、それこそ本当に興味がないな。ええ、ないないそんなこと。恋愛っていうのは地雷みたいなもので、いつか爆発するんだよ。早いか遅いかの違いでしかないもの。看守さんも今は興味なくてもいつか爆発するんだよ。運命的な出会いをするんだから。よく喋るなお前。最初は否定しちゃうよね。真昼もそうだったもん。あくまでドラマや少女漫画への憧れで、自分とは違う世界のことだと思ってたし。僕にはよくわからないが、恋だの愛だの、そんなに大事なものかな。大事だよ、うん、大事だよ、何よりも。なるほどね。お前にとってはそれか。囚人番号6番、真昼。何が？なんとなくね。何人か尋問してきて、僕も見当がつくようになってきたんだ。お前たちの大事にしているもの。真昼にとっての大事なものが愛ってこと？正解。別に隠してないけどね。ではお前の人殺しもそれに由来するものか。そうだね、愛だと思う。お前は愛ゆえに人を殺した。そうだね。なるほどね。恋愛沙汰からの殺人か。嫉妬、怨恨、略奪、珍しい話ではないな。違うよ、そんなんじゃない。真昼は殺したくなんてなかった。真昼はただ真昼でいただけだよ。どういうことだ？言わない。看守さんのことまだよく知らないから。相互理解ね。そういうこと。面倒なやつだな。まあいい。お前自身はどう思っているんだ？お前のやったことは許されるのか、許されないのか。もし真昼のやったことが許されないなら、もう生きてる意味ないな、正直。人殺しをしないと生きている意味がないというのか。これはとんだ危険人物だ。いや、そう言うと急に物騒だね。人殺しなんて全然したくないよ。でも私は愛のために生きるって決めたから。愛のために？私は人を愛する素晴らしさを知ってしまったの。すごいんだよ。毎日が輝いて色づいて見える。当たり前の景色がドラマみたいに映画みたいに変わるんだよ。よくわからないな。真昼語彙力あんまりないから月並みな表現しか出てこないんだけど。でも看守さんもわかるよ。恋をすればきっと。さあね、どうかな。恋が愛がなければ私の人生はもう味がしないよ。それがダメだって言うなら生きている意味がないな。お前の愛が人を殺すとしても。意地悪だな。お前の愛が人を殺したんだろう。それでももう一度人を愛するのか。むしろ真昼は看守さんに教えてほしいよ。私がやったことは許されないことなのか。何？真昼の愛が人を殺しちゃうかもしれないなら私はもう人を愛してはいけないのかな。ねえ看守さん教えて。私は人を愛することを許されないの？わからん。お前の言っていることはさっきから全然ピンとこない。そうだよね。真昼変だよね。わかんないよね。ああ、まだな。え？あくまでまだわからないというだけだ。すぐに分かってやる。待っていろ。正直今回は僕の苦手分野だ。だからこそお前の言う通りもっと理解すべきなのかもしれない。看守さん。僕はお前の看守だ。苦手だろうと分からんとさじを投げたりはしない。お前の罪を判断し許す許さないを決めるまではな。真昼のことずっと見ててくれるの？ああ、まあ仕事だからな。なんだ？キュンとした。何を言っているんだお前。真昼仕事に熱心な人好き。お前ふざけてるだろ。ダメ気をつけてね。あんまり優しくしちゃうと死んじゃうかもよ。なんてね。優しくしているつもりもない。お前の言っていることは鉄頭鉄尾わけがわからんが、これだけは約束してやろう。安心しろ。お前が何をしようと何を思おうと僕は死なない。僕はこのミルグラムの看守だからだ。違う。尋問の終了時間だ。まったくいつもながら予定通りいかないなお前たちは。歌を抽出するっていうやつよね。真昼歌あんまり得意じゃないよ。別にお前が歌うわけじゃない。お前の心象風景が勝手に歌と映像として現れるだけだ。全部見られちゃうんだ。ちょっと恥ずかしいかも。どうだろうな。経験上、映像の具体性も抽象度も人による。自身の罪をどう認識しているかによるのかもしれない。へえ。どちらにせよ、お前が世界をどう見ているか確認させてもらうつもりだよ。そっかそっか。真昼も見たいな、それ。真昼にとって愛のある世界はとても美しかったから。ああ、看守さんもきっと愛の凄さを分かってくれるはずだよ。期待してる。あれ、素直だ。単なる知識欲だ。知らないものを知るのは楽しいだろう。お前たちを知るためにはさまざまな知識を得る必要がある。それは悪くない気分だ。まひる、勉強熱心な人も好き。黙ってろ。意地悪。お前ばかり話していて仕事した気がしないぞ、僕は。一応聞いとくが、言い残したことはあるか？一個だけ。なんだ、まだあるのか。あのね、S 君って呼んでいい？ノーコメントだ。囚人番号6番、真昼。さあ、お前の罪を歌え。